皆さんこんにちは。ワンダーシアフィモーラの JJ です。これまでに時間を支配する力があったらと思ったことはない？例えばバスに乗り遅れてしまった時とか。今回の動画ではフィモーラ11のスピードランプとマスク機能を使って時間を止める方法を紹介するよ。まずは編集するために必要な映像を用意しよう。撮影するのは薄曇りやどんより曇った日がおすすめ。晴れた日の撮影では光の明るさや影が動いてエフェクトの見え方が変わってしまうことがあるんだ。曇りの日の方がそういうリスクを減らせるね。屋外での撮影になるから撮影中の画角が変化してしまわないようにカメラは三脚や安定した場所に設置しよう。必要なクリップは2つ。1つ目のクリップは画面の左側を車が走っていて右側から時間を操ってそれを止めているようなジェスチャーだよ。編集でどちらかの部分をマスクできるように人物が車の流れと重ならないように撮ってね。2つ目のクリップは人物がいない左側に車が走っているだけの背景映像。編集でスピードを操作するためにある程度の長さが必要なので今回は約1分間撮影したよ。さて必要な2つのクリップが揃ったところでフィモーラ11で編集していこう。まだフィモーラ11をお持ちでない方は概要欄の URL から無料でダウンロードして体験してみてね。まず2番目に撮った背景クリップをビデオトラック1に、最初に撮った人物入りのクリップを1つ上のトラック2に配置。まずは人物の周りにマスクを追加したいので確認しやすいようにトラック1を非表示にしておくよ。タイムライン上の人物のクリップをダブルクリックして左上の設定ウィンドウに移動しマスクから単線を選択。これでマスクが適用されるよ。マスクの位置を調整して車が隠れて右側の人物だけが見えるようにしてね。ぼかしの強さを変えてマスクの境界線をぼかしておこう。マスクが適用できたのでトラック1の背景クリップの非表示を解除。それでは人物の動作に合わせて車にスピードのエフェクトを追加してみよう。背景のクリップをダブルクリックして左上の設定ウィンドウに移動しスピードランプの中からカスタマイズを選択。再生ヘッドを動かして人物が最初の動作をする部分を探そう。この動作で時間を止めるよ。動作のタイミングを見つけたら設定画面のスノーアイコンをクリック。フリーズフレームが追加されるのでまずはデフォルトの5秒のままにしておこう。最初から配置されているキーフレームは全て削除しておくといいよ。次に2つ目の動作、車を速くさせる部分に再生ヘッドを移動しフリーズフレームをその位置でトリミング。そして再生ヘッドを右に数フレーム移動しこのボタンをクリックしてキーフレームを追加。ここの速度は10倍速に設定するよ。次に3つ目の動作、車を普通のスピードに戻す部分に再生ヘッドを移動。新たなキーフレームを追加して10倍速に設定。そして再生ヘッドを右に数フレーム動かしキーフレームを追加して普通のスピードに戻そう。 OK、これで基本的なエフェクトは完成。いい感じだね。ではフィルムストックエフェクトを使ってさらにレベルアップさせてみよう。エレメントのフィルムストックからブロックバスターパックを探したらこのエフェクトを選んでビデオトラック3の車を止めるところにドロップ。車を普通の速さに戻すところでもう一度エフェクトをトラック3にドロップ。ここでフレームに合わせてエフェクトの大きさや位置を調整したり必要に応じてスピードを変えたりしてね。最後に画面が揺れるエフェクトを加えてさらに説得力のある映像に仕上げていくよ。エフェクトのブレからアップダウン2をトラック4の車を止めるところにドロップ。タイミングに合わせてクリップを短くしよう。この揺れるエフェクトを他の動作部分にもサクッと適用させて。スピードの変更が完了したら背景のクリップの長さを人物のクリップに合わせて調整しよう。
OK。 再生してどんな感じになったか見てみよう。以上、フィモーラ11のスピードランプとマスクを使って時間をコントロールする方法でした。このスーパーパワーを使えばもうバスに乗り遅れることはないよね。あなたが時間を止めたい、または早めたいと思った瞬間はどんな時？ぜひ下のコメント欄で教えてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねをよろしくね。 Keep creating。 またお会いしましょう。